前年に世界中で上演されたバレエ作品を対象に振付家やダンサーなど最も優秀と認められた人に贈る賞です。バレエ界のアカデミー賞と例えられることが多いんですが、それは前年の一番いい映画から作品賞やら監督賞やら主演女優賞やらを選ぶのと本当によく似ているからそう呼ばれるんですが、私としてはアカデミー賞よりももっと格の高いノーベル賞に匹敵するものと思っています。今回女性ダンサー部門は6人の候補がいまして、中から2人が受賞しました。オニールさんは古典作品のパキータというのの主演で評価されたのに対して、もう1人はドイツのシュツットガルトバレエ団の大ベテラン、欲望という名の電車のブランチ役を演じたアリシア・アマトリアンさんが選ばれました。最近の傾向としては、そのブランチ役のような人間の心理を探求するような演劇的な役が評価されがちなんですが、オニールさんの場合はキラキラとした正統的なバレエの美しさをひたすら見せるというかえって難しい役で若いオニールさんが評価されたというのはとても意義の大きいことだと思います。オニールさんは日本人の母、ニュージーランド人の父のもと日本で生まれ、日本で3歳からバレエを始めて8歳でニュージーランドに移住します。そしてオーストラリアのバレエ学校で学んで、パリオペラ座のバレエ団に入団します。で、つまり日本で生まれて南半球で育って、パリで活躍してロシアの賞をもらったという本当にワールドワイドな方ですね。で日本人の心を持ちながらフランスのエレガンスを併せ持つ、本当に舞台に出てくるとパッと場内が華やぐような、素敵なバレリーナです。